今日のフェスタ2つ目の太極拳、先ほどご覧いただいた万里の桜とは違った演舞となるようです。高橋貴子さんをリーダーとする千の会の皆さん、もちろん太極拳が基本となりますが、皆さんは扇子を使った演舞となります。ご覧ください。最初の曲は詩安明、感じすると夕日が美しいと書くようです。それではどうぞ。